伊勢電気鉄道派451系派451伊勢電気鉄道派451系電車は伊勢電気鉄道が1928年に導入した動力装置や運転台を備えない付随車形式の電車である。本項目では本形式と同時期に順次新造され本形式と共通の車体構造を採用した 同系電動車の出派に201型と出派に211、経営、及び制御車の派461型についても合わせて取り扱う。低規格の地方鉄道から高規格の都市間、高速電気鉄道への経営方針転換後の伊勢、電気鉄道で最初に設計された車両群であり、電動車に形式及び制御車と付随車の合計4、形式で構成される。 伊勢電気鉄道としては、初の17メートル級車体を備える大型車である。もっとも電動車に形式については、主電動機出力が低かったことから、より強力な電動機を搭載する。出派に 231K の収益開始後は先行して、新造された15から16メートル級電動車と、同様に2009扱いとされた。このため、伊勢電気鉄道の破綻から、 三宮急行電鉄による救済合併、同社の大阪電気軌道との合併による関西急行鉄道の成立を経て近畿日本鉄道への改装後1970年代後半の廃車まで、これらは養老線や伊賀線といった四川区を中心に細々と運用された。一方、不随車と制御車は共に一旦に便所を設置していたこともあり、 1970年代前半の廃車まで、元の伊勢電気鉄道本線である近鉄名古屋線で、急行を中心とする本線の、長距離誘導列車運用に充当され続けた。1922年11月1日に開催された、臨時株主総会での電化決議以来、伊勢鉄道は、全線について、直流 1500V での電化を決定。 津新地四日市間の本線19マイル51、チェーン及び伊勢若松伊勢神戸間2マイル36、チェーン10リンクの神戸支線の電化が1926年12月中旬に竣行、同月22.23日に鉄道将棋士による竣工監査を受けた後、同月26日より電車の運行を開始した。 この間1926年9月11日の臨時株主総会において、日本電力系の伊坂修五郎に代わり、当時、東海の飛生軍と謳われ、かねてより、伊勢神宮の産具を目的とした名古屋宇治、山田間の高速電気鉄道建設を目論んでいた、地元四日市出身の辣腕実業家である、熊沢和江が、伊勢鉄道社長に就任。 称号を、伊勢鉄道株式会社から、伊勢電気鉄道株式会社へ変更、事業目的も軽便鉄道法に基づくつ、四日市間及び、伊勢若松伊勢神戸間の鉄道運営から、地方鉄道法及び、軌道法に基づく、電気鉄道運営へ変更、さらに、名古屋延長を睨んで四日市。桑名間の地方鉄道免許を、当時、 ク名ナイビカンの地方鉄道線を経営していた伊ビガワ電機より譲り受けし、この区間を本格的な都市間、高速電気鉄道として建設、京弁鉄道規格で建設された季節線も電化工事に合わせ機上の重機浄化や線形改良などを実施することとした。こうした経営陣の交代と経営方針、経営戦略の大転換により、並行する。 鉄道商船や当時台頭しつつあったバスに対抗しきれない零細活定規格な地方鉄道としての伊勢鉄道から最終的に東海地方最大の都有である名古屋と新と宇治山田を結ぶことを目的とする本格的な都市間高速電気鉄道たる伊勢電気鉄道へ組織設備の双方について飛躍的な発展を目指す方針が定まったしかし 電化開業にあたって新造された電車各形式は会社の経営方針が全面的に転換される前に旧経営陣によって発注されたものであった。これらは比較的短距離の区間運転に適した車体長15メートルから16メートル級の小型車であり新しい運営方針の下で定められた長距離高速運転の実施計画に適する構造、性能ではなかった。 そのため、当時思想線と呼ばれていた四日市桑名間の延長線開業時には、本線が30マイル72チェーンに延伸され、全線の直通には普通電車で所要時間1時間20分、新たに設定されることになった、急行電車でも1時間8分を要するようになることから、より大型で充実した接客設備を備え、 しかも高速運転に適する性能を備えた車両が必要となった。そこで従来よりも一回り大きな新型車シリーズの第一陣として設計されたのが波451型に始まる同様の車体様式を備えた一連のグループである。通常であれば新鮮開業の際には機関となる電動車が最初に新造されるのが一般的であるが、 1928年夏の海水浴シーズンの乗客増に備えて在来者各形式への増結による使用が見込まれたため付随車が先行製作された。これらは新造当時の伊勢電気鉄道各線主要駅には蒸気機関車時代の気回り線が存在していたことから当初は総括制御可能な制御車ではなく運転台を備えない付随車として竣工。 機関車の代わりに、既存の電動車各形式によって牽引されるという運用形態が取られた。続いて、思想線開業に備え、以下の2両が竣工した。伊勢電気鉄道で波に211型で、波に211なお、これら2両の電動車は講述するようにそれぞれ別の機器を搭載していたため形式が分けられたが、車体構造は同一で、機器も性能面では、 ほぼ同一であった。思想戦開業後の1929年5月には、波451系の増備車として、以下の3両が製造された。波451型と波461型も、竣工時点では、車体は同一ながら、搭載機器、機能が異なっており、波451型が、制御車化された時点においても、その互換性の問題から、 共通運用できない仕様であった。各して、本グループに属する4形式8両が出揃ったが、制御者である、波461型に対して付随者を表す波の記号を用いていたことで、鉄道省の監督当局から指導を受け、講述するように、波461系の春高と前後して付随者から、制御者に改造された、波451系3両と共に、 同年5月13日に記号を区に変更、それぞれ以下の通り改版されている。窓の上下にそれぞれウィンドウヘッダーをウィンドウシルと呼ばれる、補強用の細体を巻き、リベット接合で組み立てた構成の構えからだと、丸く単純な形状の木製の構造物に、骨布によるルーフィングを行った屋根、それに木製の内装を組み合わせる、設計当時としては、 一般的な17メートル急半構成車体を備える。もっとも、1928年当時、すでに他社では、木造車時代の名残とも言える床下補強用のトラスロッドと呼ばれる部材は、省略が進んでいたにもかかわらず、一世電気鉄道では本形式のみならず、次世代の出歯に221が頭で、その装着が続いており、やや古風な印象を与える。 窓配置は、刃4 5 1系刃461型が D21D2221D22、で刃に201で刃に211型が 11D222、21D1D1 で、戸袋窓を含め客室、荷物室部分の側窓は、すべて2枚単位でまとめられ、電動車の両端の運転台部分の各1枚を含め、幕板部に、 アーチ状の飾りランマが設けられているのが特徴である。この飾りランマは左右のつま窓上部にも設けられており、戸袋窓や便所、洗面所部分の窓とともにダイヤガラスと呼ばれる、半透明のすりガラスがはめ込まれている。刃451系、刃461型は、桑名より車端部に乗務員扉を備えるが、 デハニ201デハニ211型については、伊勢電気鉄道の在来電動車の使用を踏襲し、両運転台式であるものの乗務員扉は一切設置されていない。なお、客用扉は全車とも春工時より、ドアエンジン付けの自動扉で、蒸気機関車時代からの高さの低いプラットホームに対応するため、客用扉は乗降用ステップ内装で、下部ドアレールが、 車体すそぶ直上に置かれている。内装は天井に浅い段差のついたモニタールーフ様式となっており、ここでも二重屋根構造の木造車時代の名残を示している。また、各客用扉両脇の中東部には、ギリシャ建築のような壁上の装飾が木彫りによって施されている。座席はすべてロングシートで、窓上に真鍮製の網棚を設け、 床はリノリウム張りである。通風機はガーランド式で、刃451系、刃461型は屋根中央に1列に6機を搭載し、で刃に201系、で刃に211型は屋根中央にランボードを設置した関係で、その左右に通常のガーランド式通風機を半分に分割したものを2列12機搭載する。換気口は、 天井の照明道具と一体構造となっている。また、車体塗装は全車とも、伊勢電気鉄道の標準色であった、イムペリアルスカーレットと呼ばれる、濃厚色である。運転台及び乗務員室のある側のつま面には、向かって、左側倉庫に、標識灯を一灯設置し、運転台を設備している車両については、全小灯一灯を、 つま面の屋根状中央に設置している。波451型は当初在来車で牽引する運用形態で使用開始されたため、これに準じるウェスティングハウスエアブレーキ車系の簡素なブレーキを搭載したが、デハニ211系以降は電装品とブレーキの双方がゼネラルエレクトリック車系のより高速運転に適したシステムへ変更されている。 もっとも、これらのグループより後に新規設計、製造されたデハニ221型や、デハニ231型では順次、ブレーキシステムが高度化し、制御機もデハニ201.211型とは異なる、東洋電気製造製の電動カム軸制御機に変更されており、 これらの2形式と連結運転されたハ、ハ451 46ハ461型はそれぞれ後に、何度もブレーキシステムや搭載ブレーキ弁、ブレーキ制御弁、あるいは主管制御機の交換を強いられている。ハ451型については制御者家事に、在来車と共通の HL 単位スイッチ式、手動加速制御機を搭載したが、それ以外の各形式については、 HL 制御機と互換性のない GE 社系の PC 連軸機カム軸式自動加速制御機を搭載する。ただし、主制御機については、デハニ201型は GE 社純正の PC 制御機を搭載するのに対し、デハニ211型は GE 社の日本における提携先で、同社製品のライセンス生産権を保有していた芝浦製作所が製作した。 pc 制御機の同等品である rpc 制御機を搭載する。デハに201系及びデハ二211系の両形式ともに芝浦製作所 se-132 を拡大車に2機ずつ計4機吊りかけ式で総化する。ただし、いかなる理由によるものか、波数比は両形式で違えてあり、デハに201型が22,67イコール3.05。 デハニ211型が25時55分イコール2.20となっている。全車とも、設計当時の日本車両製造が高速電車用、標準台車として推奨していた、D、D-18K 二軸ボギー台車を装着する。ボールドウィン A 型台車を、デッドコピーして設計された、釣り合い良識で傾向組み立てによる、廉価で、ユーザー各社から高評価を得ていた台車である。 この台車は、型番の数字が示すように、心皿荷重の上限値を18トンとして設計されており、全形式とも、車輪系は 864mm、軸距は 2130mm で統一されている。波451型は竣工当初より空気ブレーキを設置していたことは判明しているが、その型番は明らかとなっていない。その後、 制御者化の際に、ウォッベコ系のス非常弁付き直通ブレーキを搭載している。このスブレーキを含むウォッベコ系の非常弁付き直通ブレーキは、非常弁作用時以外は直接、ブレーキシリンダーを駆動する、空気圧の加圧、減圧操作を行うため、応答性能は良好であるものの2両あるいは3両編成までの、比較的短編成での使用に限定され、 当時の技術では長大編成化には対応が難しいという問題があった。これに対し続くデハニ211系、デハニ201型では GE 社が開発したより高度な機能を備える J 動作弁による AVR 非常直通自動空気ブレーキが採用され、さらにクハ461型では前後して製造が開始されたデハニ221型と同様。 ウォッベコ K の M3 動弁による悪名自動空気ブレーキが採用されている。また、区波451型となったハ451型は、1930年の出波に231系、第一次車の竣工に合わせ、ブレーキ制御弁をより、高性能な A 動作弁による赤ブレーキへ換装している。なお、全車に手ブレーキ装置を設置している。 電動車の終電装置として、デハニ201系、デハニ211系ともに、芝浦製作所製の RPG-11、菱枠パンタグラフを、クアナより屋根上に、各一機ずつ搭載する。車体や、台車の設計の共通する同型車でありながら、付随車、制御車グループと電動車グループで全く異なった、変遷をたどった。なお、 全車ともすでに廃車解体済みであり、保存車は存在しない。百451型は前述の通り、当初は不随車として新造され、既存の出ハに百0 1型から、出ハ百四4 1型まで4形式の65、PS 級電動機搭載車に牽引される形で運用された。その後、思想線開業に合わせて百二十九年五月一日認可で、 これら4形式と総括制御可能な制御車に改造されることとなり、す非常直通ブレーキを手ブレーキに追加して床下に搭載し、ブレーキ制御弁と HL 制御機、対応主管制御機を、新造時以来用意されていた、乗務員室用スペースに設置、運転台仕切りを新設、運転台、側ワ面や値上がり中央に100ボルト250ワットの、 白熱電球による全消灯を追加した。これに伴い、同年5月13日付で、形式称号の記号を変更する手続きが取られ、区波451型となった。その後、1930年3月14日、認可で、運転台の主管制御機を、HL 制御技用から GE 社系の PC 制御技用に、ブレーキシステムを、ス非常直通ブレーキから、 英サベ弁による赤自動空気ブレーキへ交換し、200番台電動車との総括制御が可能なように改造された。この英サベ弁は高速運転に対応し、階段緩めなど、従来の J3 動弁や M3 動弁では対応しなかった機能を備えており、同じく英サベ弁による アマブレーキを搭載して新造されたデハに231型と連結試行速運転を実施するためには搭載が必須の装置であった。以後、本形式は、便所、洗面所を備えていて、長距離、長時間乗車に適した仕様であったことと、そもそも、伊勢電気鉄道時代から近畿日本鉄道成立までの間に、現在の名古屋線向けとして製作された制御車が、 本形式と、区波461系、区波471系の合計給料以外になく、吉野鉄道由来の区6501系重量を合わせても電動車比率が高かったことなどから、伊勢電気鉄道本線、三宮急行電鉄伊勢線関西、急行鉄道名古屋線近畿日本鉄道、名古屋線において、終始長距離を走行する急行列車を中心に運用された。 その間、所属会社の変更に伴い、1941年3月15日付で、以下の通り改版が実施され、これに合わせて塗装が、伊勢電気鉄道標準のイムペリアルスカーレットから、大阪電気機動系で標準の能力色へ、変更されている。また、戦時中には、非鉄金属の教室で、新中製網棚が撤去されて、木製網棚に変更。 便所を残して洗面所が撤去され、戦後は、雨戸井の追加設置と運転台、側つま面の向かって、右側腰板部への標識等の追加設置が実施され、混雑対応として乗務員室区画全体に対する、仕切り板を設置して、全室式運転台とされた。戦後は、混乱期の資材不足などから幕板部の飾り窓が、すべて板材に交換されて、 車体と同色に塗りつぶしとなった。もっとも、その一方で優等列車主体に運用される車両であったことから、室内照明の蛍光灯化や扇風機の設置といったサービス改善工事が優先的に進められ、さらに1957年にはも6 3 0 1系の座席ロングシート化で余剰となった。 転換クロスシートを流用し、客用扉間の側窓中央4枚分の座席が、長距離運転に対応し、両端の4脚が固定クロスシート、中央の4脚分が転換クロスシートへそれぞれ交換されて、セミクロスシート車となっている。また、時期は不詳だが、床下のトラス棒の撤去が実施されている。1959年頃からは、 6, 2, 6, の2両に対して車体更新が実施されたこの更新工事では、車体外反の全面交換が実施されて、幕板部タブの飾り窓は完全に撤去され、全溶接構造で、ノーシルノーヘッダーの平滑な車体となった。また、1959年の名古屋線改め期に当たっては、 日本車両製造で ND-8、貫式円筒案内式金属バネ台車を標準機関仕様で新造し、在来の狂気用 D-18 台車をこれに交換している。1960年代後半には長大編成化が進み、制御車が急行車の編成先頭に立って運用される機械が皆無となったことから、本形式は、 運転台が撤去されて不随者となり、全車とも以下の通り改版された。この改造の過程でさ6453については、テストケースとして、客用扉が両開き式に改造され、窓配置が、戸袋窓なしの1 2 d 2 2に1 d 1 2となっている。この後も名古屋線急行運用への重当が続いたが、老朽化により1972年9月に、 全車廃車解体となっている。なお、本形式の廃車後、本形式が名古屋線改め記事に装着した ND-8 台車のうちに両分が改造され、ND-8A とされた上で1972年9月竣工の区9 7 0系区974区975に流用されている。で、派に2 0 1系 デハニ211型とも、当初は、大型電動車であったため、伊勢電気鉄道本線の主力車として運用された。しかし、ほどなく1 1 2ット級電動機搭載の、強力電動車である、デハニ2 3 1系の新造が開始され、大神宮前延長線の開業までに、同形式が12両で揃ったため、以後は低出力であることから、同出力で、 同程度の収容力を備えるデハに221、ガタと共に、各駅停車や、四川区での運用を中心とするローカル運用にもっぱら充当されるようになった。1932年3月26日には、他の電動車各形式と同様、記号を変更して、以下の通り改版されている。伊勢電気鉄道の三宮急行電鉄への合併の、 際には特に変更は実施されなかったが、1941年3月15日の関西急行鉄道成立時には両形式は実質的に同一であったことから整理統合され以下の通り改版された。なお、この際塗装は他形式と同様従来のイムテリアルスカーレットから能力色に変更されている。 前述の区6451型と同様、戦時中に網棚の木製化が実施され、戦後すぐに雨戸井の設置と標識等の二等化、それに乗務員室時切りの設置が実施されている。1953年には、車体更新が実施され、幕板部について補強体を内側に隠した、ノーヘッダーの溶接構造に改造された。この際、 幕板部の飾り窓はすでにガラスが板材に交換されて実質的に機能していなかったこともあって埋められ、のっぺりした印象の平凡な外観となった。また、この際にトラス棒の撤去も実施されている。地味な運用で終始した本形式であるが、車体更新から間もない1954年に、も26201を対象 2067mm 期間の 先区に適した新駆動システムとして直角カルダン駆動方式の実用試験を行うこととなり同駆動システムを搭載する要改造工事が実施され以下の通り改版されたこの改造では台車を心臓の近畿車両 KD-8 種類連式円筒案内式金属バネ台車へ交換主電動機として日立製作所 HS-510 アルブを 拡大車に2機ずつそうか、駆動装置はやはり、日立製作所製の OP75K-5109 直角カルダン駆動装置を装着し、波数比は9時51分イコール5.67とした。なお、ブレーキは、基礎ブレーキ装置が、拡大車に4機ずつ、ブレーキシリンダーを搭載する、台車シリンダー式となったことから、営動差弁に中継弁を併用する。 AR 自動空気ブレーキとされたが、制御機は従来と、同様、芝浦製作所 RPC-101、電空カム軸式制御機が搭載された。この改造により時長は37.2トンから31.8トンと、実に6.4トンもの軽量化を実現した。もっとも、近畿日本鉄道では、狂気線を含め直角カルダン駆動方式が、 本格採用されることはなく、本形式も試験終了後に現状に復元されて、再度も26201型も26201へ改版されている。本形式は、提出力者であったことから1959年の名古屋線改め期の際には、改め期工事の対象から外された。そのため、狂気の養老線へ、転属、さらに1961年には、 伊賀線へ再度転属となった。その後は、伊賀線で運用が続けられたが、HL 制御機を備える、同線所属の他形式とは異なる。制御機を搭載していたことから本形式2両、あるいは同じく、伊勢電気鉄道を出自とする国5360、型を連結して運用された。1974年には、南大阪線向け新型冷房車である6200、 に番号を譲るたため以下の通り改版されたもっとも、老朽化が進行したことからこの番号での使用期間は短期間にとどまり、1977年の伊賀線体質改善計画に伴うも5000系の伊賀線転入で、同年3月に2両とも廃車解体された。制御者として新造された波461 k だが、 前述の通り新造からわずか10日後の1929年5月13日に記号奥波に変更を以下の通り改版された。本形式は新造以来伊勢電気鉄道本線の主力車種の一つとして運用され続けた。その間、1934年9月10日春行として運転台のブレーキ制御弁を M24 弁。 から改良型の M24C 弁へ交換を実施している。1941年3月15日の関西急行鉄道成立時には他形式と同様以下の通り階板が実施され、これに合わせて塗装が伊勢電気鉄道標準のイムペリアルスカーレットから大阪電気機動系で標準の能力色へ変更されている。なお、 この改版の際、上述のように電動車は、形式が統合されたが、制御車に形式については、ブレーキ弁が、A 動作弁と M3 動弁で異なっていたことから、形式の統合は実施されていない。以後の改造内容は、クロク1451型に順次、車体更新、セミクロスシートか、名古屋線改め機に伴う D-18 台車の、 日本車両製造 ND-8 への交換などが順次実施されている。また、時期は不詳だが戦後、ブレーキ弁が A 動作弁に交換されて赤ブレーキとなっており、実質的に空6 4 5 1系の同型車となっている。本形式も終始、名古屋線急行車として徴用され、最終的に運転台を撤去し、付随車へ改造された。 これらはさ6463が1973年11月、さ6461、さ6462が1974年2月に廃車となっている。ありがとうございます。